ガリュー放送部のリズム&ビート。はい、はい、今日も始まりました。始まりました。お願いします。ガリュー放送部のリズム&ビートです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、今日はどんな一日でしたかね。僕らいつもあの月曜日といえば、うんうん、練習。そうですね、とリハーサルやってますね。今ね、うん、なんか5月舞台が多いんで、はいはい、なんか覚える曲がね多いですね。コラボも多いですからね。オペラの曲2曲と、うん、はい、あと、ポップス系の曲1曲やりながら、うん、はい、新曲練習。新曲やってますね皆さん。なかなか大変ですが、はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。ちょうどねいい気温で練習もすごい、うん、でもなんかあれですね、うん、黄砂みたいな飛んでるみたいですね、うんうんうん、もやっとしてますよね。してますね、うん、黄砂に気をつけつつ頑張っていきましょうということで、お願いします、はい、ガリュー放送部のリズム&ビートはガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうという番組になります。なります。この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へスタジオEレベルの提供でお送りいたします。はい、私が我流代表で和太鼓を打っております竹内隆です。好きな飲み物は水でございます、うん、来た、はい、水シンプルです。水、ね、はい、そして私がドラムを担当してます大本俊介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですですです。好きな飲み物は、はい、コーラです。コーラガリューでお太鼓を叩いてます竹内ひろきです、はい、好きな飲み物はコーヒーです。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。そうですね、シュンさんはね、はい、コーラ好きですよね。コーラよく飲んでるよね、はい、でもね、うん、以前の話なんですよ。あ、これ若い頃最近飲んでないでしょコーラ。僕確かにそう言われてみれば、ね、最近みかんジュースばっかり飲んでる。いやいやいや、あれはね安かったんであのねコーラといえばですよ、はい、やっぱり某うん、ハンバーガーショップ、うん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 、はいはいはい、ね、はい、テリヤキバーガーありますよね。 ありますね。僕はテリヤキバーガーに合うのは、はい、コーラだと思うんですよ。なるほど ね、多分これリスナーさん聞いてる方も、うん、多分、はい、分かる分かるって方おられると思うんで、分かる確かにね、うん、それ分かるよって方は一言またメールいただけたら、ぜひね分かる続くってことで、うん、分かる分かる分かる、はい、じゃあヒロキは、うん、ヒロキはコーヒーというか、はい、インスタントコーヒーよね、はい、いつも飲んでますよインスタントコーヒー。なるほど。もうちょっとちゃんと会話に参加してください。面白くしてよ。インスタントコーヒーがインスタントコーヒーが好き。こだわってますね、こだわってないでしょあれポンポンってやってポンでしょ、うん、ポンポンとポンですよもちろん好きなんですね。好きなんですね、はい、うん、はい、僕はですね水ということなんですが、はいはい、うん、もう水飲んでますね。飲んでますよね、はい、本当にもうずっと飲んで、まあ、健康オタクと言っていいぐらい健康を気にしてる僕なんで、はいはいはい、やっぱり水ってね1日2リットルはいるそうなんです、うん、あ1日で1日2リットルは飲まないとすっごい飲んでますからね。モデル並みもうもうもういやその水を2リットルなら1日2リットルはどうなるんですか、うん、なんかねこう内臓とかはね体をちゃんと機能させるためにやっぱ水が、うん、必要だそうです。なるほど。でそれが2リットル2リットル1日飲むっていう。そうなんですね。ぜひぜひ2リットル飲んでください、はい、皆さんもね、はい、私は2リットル飲んでるぞっていう人もメールね、うん、そうそうそう、あ、メール、そうそうそう、一言でもいいんでね、文字ですねもっと飲んでるっていう人も、ね、もっと飲んでるっていう人もいるかもしれない。もっと飲んでるっていう人は聞きたいですね、うん、それはすごいと思うはい、うん、それでは、メールファックス募集のテーマを大発表お願いします。はい、本日のテーマはドルルジャン、ゴールデンウィークの過ごし方ということです。メールはアルファベットすべて小文字で gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリューフェイスブックページでも受け付けておりますのでフェイスブックガリューで検索お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします、うん、ということで、はい、早速メール来てます。おー、ありがとうございます。ラジオネーム、うん、コンボイ司令官ニューハーフさんより来てま す, すごいありがとうございます。高橋さん、本本先生、はい、進撃の巨人さん、こんばんは毎週楽しく拝聴させていただいております。先週いただいた方、ゴールデンウィークの過ごし方について日曜日
日曜日に市場へ出かけ、はい、糸と麻を買ってきた、うん、月曜日にお風呂を炊いて火曜日はお風呂に入り、うん、水曜日に友達が来て、うん、木曜日はずっと続くやつですか、はい、金曜日は糸巻きもせず土曜日はおしゃべりばかり。ガリュさんはガリュさんよ、これが私のゴールデンウィークの過ごし方です。あ、そうですか、そうです。全然こう入ってこない。キュリアリアって書いてあります。なんかソングでしょうね。あ、なんかそういう人がね、府中はいろんな方がおられますね。はい、ゴールデンウィークですか。そうですね、うん、もうちょっと普通な感じの雰囲気の、はい、ラジオネームライトライト君からです、はい、ゴールデンウィークは府中を満喫します、うん、子供の国ポムでプラネタリウムを見て、お昼は府中焼きを食べ、夜はたか湖でバーベキューしてジャンプします、うん、できたらええな。なるほど、落としていきましたね。落としたね。いやー、い、結構でも府中でも聞いてる方はおられるみたいでね、うん、そうですね、府中といえばやっぱ首なし地蔵ね。そうですね、みんなでゴールデンウィークは首なし地蔵なんで、はい、そこ持ってきて今。いいけど、まあ、言ってもいいですよ。もうちょっと紹介しますか。はい、どんどんいきましょうか。はい、はい、ラジオネームおやつ大好きさんからですね、ありがとうございます、はい、連休はユニバーサルスタジオにとっても行きたいです。うわ、うん、これ多分まだあれじゃないですか、はい、小学校1年生とか、ね、そうですね、はい、頑張って書いていただきました、書いていただきましたよ、はい、うん、ありがとうございます、ね、ちっちゃい子でもどんどんファックスとかくれたら読みますんで、うん、ありがとうございます、はい、続きまして太鼓大好きさんからですね、うん、はい、連休はお父さんとみんなでお弁当を持って太鼓を聞きに行きたいです。どんだけ太鼓好きなんですか。太鼓大好きですね、本当に。だから太鼓大好きさんですか。言ってますね、あれですね、ゴールデンウィークは太鼓三昧ってやつですね、うん、そうですね、うん、僕らも5月5日そうですね、5月7日、はい、うん、5月5日が、イノベーションで、はい、ライブハウスで、5月7日が陽華堂ですね、はい、行ってみようかどうということで、はい、行ってみましょう。ありがとうございますね。そうですか、ゴールデンウィーク、はい、それでは、はい、いいですか、行きましょうか。メールファックスまだまだどしどしお待ちしてます、はい、どうもありがとうございます。お願いします。それでは続いてのコーナー行きましょう。街の有名人ビンゴ大躍進。はい、このコーナーは地域で活躍する街の有名人をご招待して、みんなでビンゴを大躍進させようというコーナーです。本日のゲストは写真家フリーランスカメラマンの田原康介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ようこそお越しくださいました。お願いします。田原康介です。それでは自己紹介をお願いいたします、はい、ですね、1956年生まれ、ちょうど今年の8月で還暦になります。おお、若いね。あの東京都生まれで東京で仕事したんですが、1998年にあの家族と一緒ともに、うん、あの府中市の北部上下町に引っ越してきて、はいはい、でずっとあの一般企業で働いてたんですが、はいはい、まあ、いろいろありまして2014年に、うん、あの写真家として独立して、うん、写真事務所アトリエヒューというものを設立して、府中、福山、世羅、尾道など、うん、ビンゴ地方で、はい、活動させていただいてます。あ、なるほど。でもあれですね、東京におられた方が、うん、ね、府中市の上下町に移り住まれて、はい、でそこでたあの、ね、会社を立ち上げられて、うん、こう写真家として活動されるってもう嬉しいですよね。嬉しいです。こちらとしては、はいはいはい、ありがとうございますと言ったらあれかな、うん、はい、活動内容なんですが、写真の講座も開かれておられるということなんですけど、内容を教えていただけますでしょうか。そうですね、あの2014年から、はい、4月からアトリエヒュー写真講座というものを開設させていただいて、うん、あの現在ですね、福山の北部と、はい、うん、府中市2カ所で定期講座を開いている。でその定期講座にどうしてもあの時間が合わなくて、はい、出らんない人向けに個人レッスンも、開催して、そうですね、今全部で20名前後の、はい、あの受講生の方がいらっしゃって、いらっしゃる。なるほど、ね、でもプロの、ね、写真家の方に直接指導をしていただけると、うん、はい、いいですね、はい、どのような
写真の講座なんですかね、うん、そのなんか難しいのかなとかいろいろ思われるんですけど、はい、僕が思うにあの、うん、こうどうしてもコンテストで、はい、あの入選したいとか、うんうん、っていうとちょっとあのテクニックとかね、あのこういったいろいろ難しくなるんですけど、うん、あとあの一般の人だとどうしても途中で嫌になる。なるほど、はい、あの僕はちょっとみんな皆さんがね楽しみながら、はいはい、あの生活を楽しみながら写真が撮れるようになりたい、あのなっていただきたいんで、うんうんうん、細かいルールに縛られないで、はい、のびのびと自分らしさをこう表現できるようになるための講座を開いています、自己表現のための写真はあの撮るだけではあの工程仲間なんで、うんうん、人に見てもらってこう完成だと思うんですよね。なるほど、ね、でまた、うんうん、それでもこう見てもらうんだけど一人よがりじゃなくて見る人にこう良い影響を与える、なるほど、例えば感動したとか勇気をもらったとかね、うん、あの写真がわからないし詳しく分からなくても、うん、こう見た時になんかこう温かい気持ちになったとかね、うんうんうん、そういうような素晴らしさを知っていただいて、また写真をあの好きになってこうどんどん広げていって、うん、てほしい。なるほど。そのような感じのことをこう指導させていただいて、いや実はですね、僕も先日、はいはい、あの田原さんの写真を拝見させていただいたんですけど、うん、いやそれがですね、まあ、いわゆるこう、ね、自然の一部のような、うん、その自然の写真なんですが、うん、もういろんな偶然が重なってというか、なんか現実世界じゃないよう な、はいはいはい、なんか絵画のような写真があったり、なんかすごいなんて言うんですか、ミクロを捉えたというかこう、ね、すごい拡大して、うんうんうん、あのいわゆる花の形もあそんな見え方をするんだとかね、そういうふうに何とも言えないというかすごい個性的というか、う、ね、はい、あの素晴らしいなと思って拝見させていただきました、はい、うん、ありがとうございます。府中市の方で府中ロマンクラブ写真館という企画を、されているという話を聞いたんですが、これはどういった内容の企画なんでしょうか。そうですね、あの府中の、はい、あの府中の本通りに、うん、あの旧平地呉服店という昭和初期に建てられた、はい、あの呉服店、今は使われてなくて今はあの他の、組織の事務所で使ってるんですが、はい、そこの中に入ってあの建物だけじゃなくて、はい、まあ、古い調度とか魅力あるこう空間がありまして、うんうんうん、ここを使ってないのはもったいないなって、ね、なるほど、でそれとですね、あの、はい、その近くにあのチロルさんという、はい、レトロなこう着物を扱ってたり、うんうん、あの、はい、まあ、服を扱ってるお店がありまして、はい、僕らも衣装でね、そうですね、はい、お世話になっているそこです、はい、でそこの方にね、はい、お話ししたらあの着物を着て写真を撮ったらいいんじゃないかなって、あのそのお話にあの乗っていただいて、はい、あと近あのちょうど近くにできた美容師さん、はい、美容師さんもあの入っていただいて3社で、あの写真館、はい、だ普通 の、 あの、スタジオの写真とは一風変わった、はい、なんていうかあの雰囲気、変身願望でこう、はい、ちょっと変わった感じ、なるほど、うん、そういう、はい、楽しい、レトロな、はい、そういうような写真を、撮りたいなと思って、なるほど、あの立ち上げたわけですね、はい、いやその、うん、僕拝見させていた写真の中でもあの人物の写真というか、はい、ね、特に女性のお着物を着た写真っていうのが、うん、もう何とも言えないこの表情というか、うん、あのもういわゆるなんていうんですかね、グラビア写真みたいなんではなくて、うん、こう内から出るようなこのなんか日本人独特の魅力というか、艶っぽさっていうんですかね、なんかそういうものをすごい感じて、あこんな写真見たことないなと思って本当に感動したんですが、ぜひぜひね皆さん、こう今のお話でしたら実際そうやって写真も撮っていただけるんですかね。そうですね、はい、あの、はい、予約なんですが、あの着物を、はい、あの着付けて、なるほど、まあ、ヘアを先ですね、ヘアセットやって着物を着付けて、はい、僕が撮影して、はい、台紙に写真をで、あのお届け、あのお渡しするという形ですね。あ、そういうことでやらせていただきます。なるほど、特に女性の方はね、いいかもしれないですね、うん、その何かもう成人式とかでもね、あの写真館で撮るのもいいですけど、そうやって本格的な ね、まあ、あの古い建物で本当のお着物を着てね撮っていただいたら多分一生の思い出になるんじゃないですかね、うん、はい、それではあのせっかく、そういう素晴らしいねあの写真
お聞かせいただいたんですが、あのイベントとか何かそういう情報がありましたら教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、はい、はい、あの、はい、イベント、はい、そうですね、お願いします、はい、今お話のあった府中ロマンクラブ写真館のオープニングイベントというものを、はい、あの開催しようと思いまして、うん、6月の12日、はいはい、10時から16時ですね。そこで、はい、あの、今お話しされた サンプル写真の展示、うん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 、それと体験ミニ撮影会、はい、あのおしゃれをして来ていただければね、私が写真を撮らせていただきます。実際撮っていただけるんですね、すごい。それとあと素敵な小物雑貨の、うん、販売とか、はい、カフェも出てます。からあとあの写真の撮影の申し込みも当日あの受付もさせてもらってます。はいはいはい、ね、で、うん、お問い合わせはあのチロルさん、はいはい、090-1357-6002、はい、までちょっとお問い合わせいただいたらありがたいです。はい、よろしくお願いします。はい、あ、はい、どうぞ。もう一つ、もう一つあるんですが、はいはい、愛しの犬猫展、うんうん、というあのグループ展なんですかね、はいはい、そこに私あの猫の写真を撮影して展示することになりまして、うん、猫の写真、はい、期日が6月25日から27日、はい、10時から17時、はい、入場無料、はい、展示販売あり、うん、ギャラリー吉津福山市吉津町 6-2、電話番号が 084-951-4171、内容、展示内容がですね、イラスト、絵画、陶芸、写真など7人の作家のグループ展なんです。はい、それぞれの思いで、家族として愛されている犬と猫を表現します。ぜひ、はい、いらしてくれればありがたいです。そうですね、はい、どうもありがとうございます。ございます、ホームページでアトリエヒューと検索していただいても、うん、詳細ご覧いただけるということです。はい、はい、それでは、最後に、ビンゴが大躍進する一言をお願いします。はい、ですね、写真っていうのはあの優秀なコミュニケーションツールだと思うんですね。はい、で一瞬見て思いが伝わる利点がある、はい、ということで、あのビンゴの素晴らしさを写真で世界中に広めて紹介して、それを見た人たちが世界中から遊びに来て、あ、いいですね、はい、そう思いました。はい、ビンゴに世界中からね、はい、お越しいただけたらと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではお友達をご紹介いただけますか。はい、ミュージシャンの、はい、ネムカカさんです。おお、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、本日の有名人は写真家フリーランスカメラマンの田原康介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、メールがたくさん来ているということで、はい、メール紹介、ね、お願いします。はい、早速いきます。コアラのマーチアレルギーさんですね。ゴールデンウィークは倉敷へ天領大根を見に行く予定です。おー、ということですね。いいですね。ともかすずかさんですね、うん、毎週子供たちが今日はガリュウと楽しみにしてます。そんな子供たちをゴールデンウィークはガリュウのライブに行きます。たくさん子供たちと遊んで過ごしていきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームおっちゃんからですね。はじめましておっちゃんと言います。今週はゴールデンウィークの過ごし方ということですが、うん、私は前半は農業をします。うん、後半はちょうどね、そう、田んぼとかね。そうですね、後半はイトーヨーカドーのコンサートには行きます。頑張ってください。ありがとうございます。ございます。頑張ります。はい、ライトライト君からしゅんさんの選曲大ファンです。ありがとうございます。本日2回目じゃないですか。しゅんさん選曲にしゅんさん選曲によるドライブローテーション CD が欲しいっていう、きた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 、やっちゃいますよ。またまた、はい、ラジオネーム、はい、M ガールさんからですね。ありがとうございます。M ガールです。ゴールデンウィークはね、ガリュウさんの曲で入場するスタイルの、うん、半蔵選手率いるレッスルゲートさんがフジグランで試合されるって、さっき FM 福山さんで言ってたから、よし、これでこれに行こうと思っています。仲良しなんですよ。選手がゲストらしいです。すごいな、こりゃ。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい、来てますね、はいはい。来てますね、本当に。ありがとうございます。ラジオネームレモン水さんからです。はい、
ガリューの皆さんこんばんは。タイマーかけて聞いております、うん、好きな飲み物シュンさんコーラ好きなんですね。私は最近炭酸水ばっかり飲んでます。喉がスッとして気持ちいいですよ、はい、確かに2リットル炭酸水飲むと空気が出て大変です。皆さんは体を使うので水分たくさん必要ですね、うん、これからも楽しみに聞いております。はい、ゴールデンウィークの過ごし方は人が多いのでどこにも行きません、自宅でのんびりしますと、うん、いうことですね。はい、皆さんありがとうございます。理想系そうなんですよ。僕も結構自宅派なんですけど、ね、自宅派ですか。ちょっとゆっくりね、はい、なんか曲なんか作っちゃったり、うん、ハーブティーでも飲みながら、いいですね、いいですね。どうでしょうか。僕はもう時代劇ずっと見ますねいやもうガリュー見に来てください、はい、あ、わかりました、ね、みんなはガリューの演奏がありますから、そうですね、はい、演奏はね、しっかりやってください。はい、はい、はい、次回のメールテーマだけ発表しましょうか、うん、はい、次回のテーマはガリューへの質問ということで、はい、そうですね、はい、もうね、あの何回目ですか、5回目になるんですか、5回目になりますね、はい、5回目になりますが、うん、そろそろ、はい、ガリューとは何ぞやということをちょっとね解体していただけたらと思います。はい、はい、そろそろ時間ですかね、うん、はい、ガリュー放送部のリズム&ビート、この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたしました。次回は来週5月2日のこの時間、月曜日の19時30分にお会いしましょう。ガリュー放送部のリズム&ビート、皆さんお疲れ様です。